Hello everyone, I'm glad to see you Groot. さあ、クイズを出しに行ってくるぞ。俺のこと連れてきたかったら5問出すから3問以上正解できなくてはいけないの。ああ、いいっすよ。ああ、久々っすね。なんすか、野球にむっちゃ詳しいですよね、確か。そうですよ。ですよね、はい。野球で行くの？やりましょう。ああ、野球やめてください。何がありますか？野球かサッカーか相撲か志村けん。いきなりちゃう。え、野球かサッカー、野球、ああ、野球、サッカー、相撲、志村けん。野球、プロ野球のみで、はい、お願いします。プロ野球のみ？はい、高校野球とかやめてください。もうよく言うじゃないですか。昭和56年の日本一の時の、日本一のチームの監督の名前をフルネームで答えよ。昭和56年の日本一の監督をフルネームで答えよ。ちょっと待ってくださいね。長嶋茂雄。バーン！何回？引っかかってやんの。みんな引っかかるんだよな、長嶋茂雄って。だって一番わかりやすいもん。みんな長嶋茂雄って言うけど違うの。わかりました。じゃあ次僕が、問題出してもらって、もしですよ、僕が当てれたら、先輩、僕が当てれたら、来てください。ダメだよ。3問以上正解できなくちゃいけないの。いや、僕もそう教えてください。じゃあ3問以上僕が正解できたら来てください。だから言ってんじゃん、3問以上正解できたら言ってやるって。1問だけ、1問目外しだよ。僕が外れたら、僕が外れたら、いいさ、もう金額3000でいいんで来てください。ダメだよ、クイズにこう正解しなきゃダメっつったらダメなんだよ。ちゃんとクイズに正解して俺のこと連れていくのに成功したやつだっているんだから。すごいっすね。多分もういないっすよ。相撲とサッカーと野球と志村けん。志村けん、志村けんのお父さんの名前とお母さんの名前を答えよう。ちょっと待った。先輩すごいっすね。そこは難しいな。志村けんのおとんとおかん。はい、わかりません。ちなみに、はい、お父さんは志村けんじです。だから志村けんと名乗っているのである。お母さんはじゃあいません。和子だよ。和子さん、和子だ。うちの母ちゃんと一緒の名前。志村和子だよ。志村和子、堂々と言われるか全然わからない。いきなりサードから行くんですね。じゃあ3問目、はい、志村けんと誕生日は同じプロ野球 OB の名前をフルネームで答えよ。ちなみにこのプロ野球 OB のこのクイズは難問ではあるが、正解はと言った後に言うプロ野球 OB を知らない人はバカと言われても文句を言う権利がない。超有名すぎるから。野茂英雄。あんた逆に今度長嶋茂雄じゃない？え、そう、超有名でしょ、はい、長嶋茂雄。まあ、わかんないけど、いやいや、可能性としてだよ。ああ、なるほど。多分野茂とかじゃねえんだ。ああ、そっか。まあ必然的に俺的には3択だと思ってます、この問題は。王貞治か長嶋茂雄か。まあ、野茂さん、いや、まあ、野茂監督。いや、長嶋茂雄でいこうな。はい、長嶋茂雄。野茂英雄。僕ですけど、野茂じゃない。野茂は絶対違うわ、今聞いたら。松井秀喜。松井秀喜。はい、正解はあなたが正解。おお。いや、なんかね、さすがです。なんとなく。では続けてもいきましょう。はい、志村けんの本名をフルネームで答えよ。山本隆。本当、本当に？いや、違います。志村けんで、お父さんは志村けんじ。だから志村けんって名乗ってんの。志村隆。バーッ。正解は志村康則でした。全然違う。全然違う。はい、ゲームオーバーです。サッカー行こう。サッカー、サッカー行こう。え、あなたはそうだ、まだサッカーか。サッカー。ここ関東地方の高校で全国高校サッカーで優勝したことがない都道府県が1個だけあります。何県でしょう。ここ関東地方の県から選んでください。したがって7択クイズ、チャンスは1回のみ。7択。はい、千葉は行ってるところなのか。
があるとしてあなたはね、埼玉が意外とありそうだから関東ですもんね。はい、関東のみですよ。栃木。残念でした。正解は神奈川県でした。神奈川ないの？はい。高校野球だったらもう横浜も東海大相模も東院も優勝してるけども。え、サッカーねえんだ。全国高校サッカーの優勝経験ゼロ、神奈川県は。へえ、まあ、千葉はあると思う。千葉って言ったらバカじゃねえのになるよ。サッカー選ぶんじゃねえよって言うよ。千葉は分かる。俺もサッカーやってたから。うん。へえ、すごいね。では2問目、その栃木県代表は1チームしか優勝経験がないんですが何高校でしょう。うわ、出た。難しい。すごいっすよ。すげえな。え、どうやって覚えたんですか、それって。それ勉強だ。雑学の勉強をしないと。え、栃木1個しかないんだ。1個しかないの。わかんない。正解は宇都宮高校でした。宇都宮しか強くないってこと。いや、もう最近は焼いた中央がほとんどばっかり。ほとんど焼いた中央ばっかり。逆にサッカーで同校優勝って何回あるの。同校優勝何回かは知らねえよ。まあ俺の知ってる中で最近直近は帝京と四日市中央だ。それ言おうとしたんだろ。知ってるね。ちなみに四日市中央の選手って誰だか知ってる。一人四日市中央の選手は分かんない。はい、では四日市中央のその時のメンバーを一人答えよ。四日市中央のメンバー。はい。実を言うと帝京も四日市中央も俺一人ずつしか分かってません。あ、そうなの。うん。Jリーガーになった人にします。だから二人とも J リーガーになった人なので、帝京も四日市中央も。クレームは違うんだよな。OK、じゃあここからも雑学らしいですか。ダメです。僕の雑学に。それはダメ、ダメ、ダメ。はい、じゃあ選んでください。誰か。帝京と、四日市中央それぞれ J リーガーが一人ずつ出てます。誰でしょう。平山と国見だよ。国見です。で、小倉は違うんだよ。でもそれなりに有名ですよね。当然です。だよね。じゃなきゃあんなこんなクイズ出さないよ。四日市中央と帝京だよ。その時のメンバーそれぞれ一人ずつ J リーガーになってますよ。サッカーの四日市中央と帝京って同校優勝じゃない。両方と強いは決着つかなずに同校優勝だったんですけど、その時にお互い一人ずつ J リーガーが出てた。その卒業生たちが、その J リーガーが誰かって問題でございます。で、有名です。何年前とかは。あれもうそんな正確な年まで覚えてないよ。そんな相当昔だから。でもまあ20年以上前だから。俺高校中学校ぐらいの時だから。さあ誰ですか。あまり答えないようだと時間切れといたします。年でいくと多分俺らより上ない。さあ誰ですか。40半ばぐらいだとして。松並。四日市中央は松並って成功した。松並当たってんの。当たってんの。四日市中央当てなくちゃダメなの。おお、すごいね。2つ当てて正解だからね、これは。四日市中央、要は松並と同期で。おお、すげえな。もう時間切れだね。時間切れ。あ、じゃああなたはちょっとこの問題は参加認めない。認めない。もう時間切れね。時間切れ。はい、誰。小倉。あ、そう小倉。小倉って言わなかったのが失敗だったね、あなた。小倉。あなた大きなミスをしました。小倉って四日市だもん。小倉四日市。四日市だもん、団体の時。小倉パス。何、サッカーにしたいの、あなたも。あ、サッカー、野球、相撲、志村けん、その問題は。五問中三問あったらいけるの。相撲ね。相撲ね。千代の富士は小錦相手に何勝何敗でしょう。これはすげえ難しいだよ。それは難しいわ。
それは難しいじゃねえ、俺は知ってんだもん。あ、小錦と何、いやでもあの5問中3問当てれんじゃん、あともう1問間違ってもいい。ちなみに正解者がいた問題を1つ出しとる、うん、野球で2004年夏の甲子園で東海大甲府はどこまで勝ち進んだ。ちなみにこれ本当に正解し、ある女の子が正解してそのガールズバー行くはめになりました俺。さ、どこまで勝ち進んだ東海大甲府。いやもう甲子園で出てるから。2004年夏の甲子園で、うん、確率でいくと当てずっぽうでも何択かってことだからね。ベスト16すげえな、何本持ってるんですか。いっぱい持ってるよ。もう100問以上ある。あると思う。すごいね、そこまでよく覚えれましたね。たまたまだよ。よし、もう女の子が来た。あの、すいません、内線を取っているので失格とみなします。仕事の内線しょうがないじゃないですか。内線取ったので。じゃ次の問題しよう。次の正解は、俺はベスト8。ベスト8、はい、失格です。どっちにしよう、失格。今の問題正解はベスト4。あ、惜しい、隣やね。そう、どっちかよ。今年の春は1回戦負けだったけども、うん、高見にね、うん、あ、それ近々も分かるよね、近々。じゃあ次の問題、あけぼのと貴乃花は何勝何敗だ。あけぼの対貴乃花です。あけぼの対貴乃花だよ。ちなみにこれはクイズ番組に出たことがありますからね、この問題は本当に。21勝24敗。はい、バツ。正解は21勝21敗。惜しい。惜しい。ちょっと入ってる。いやいや、そのぐらい対戦してると思ってるから。どっちが21勝だと思ったの、ちなみに。俺、あけぼの。が、貴乃花相手に。でもゲームオーバーです。21勝21敗だったの。でもこれニアピンじゃねえ、ちょっと。ニアピンダメだよ、ダメだよ。ちなみに俺のこと連れていくのに成功した人口確か5人。あ、5人いるんだ。でそのうちの3人目に出した問題が今の東海大甲府は夏の甲子園どこまで勝ち進んだ。数字はちょっと難しいな、覚える。あと他にはその人に出したもう一つの問題が、武田信玄はバレンタインデーに苦い思い出があります、それなんだ。バレンタインデーの日にってことですかね。そう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 、2月14日にすごい苦い思い出があります、それはなんだっていう問題。これ当てちゃったの、女の子なのに。そいつすげえ。答えを言います、もう戦争で負けた。まあ苦い思いだから敗戦か。僕の質問にもし答えれたら1000円あげます。答えられなかったら来てください。もうゲームオーバーです。こんだけ出したのに全然当たんなかったので1個しか当たった、確か1個ぐらいしか当たってないよ。松並と長嶋茂雄以外当たってないからゲームオーバー。確かに惜しかった。はい、今回無事全問正解に、全問ではありませんが一部を除いてほとんど不正解に待ち込みました、皆様ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。久しぶりのクイズでした。ありがとうございました。